はい、おはようございます。アンチです。いつもブログを見ていただきありがとうございます。今日はですね、この画側円というお話をしたいと思います。で、この画側円っていうのはですね、この膝の内側にこの膝のお皿のちょいと内側ですね。この今青いところにこうピピってやってるんです。ここが画側円というですね、痛みが出る筋肉のとこなんですけども、このね人形でもちょっと話しますけども。ちょっとこの膝の内側ですね、ここら辺、このちょうど膝のこのふくらはぎの上のこの盛り上がってるところですね、この上のところの、筋肉がですねこう痛みが出ることを画側円と言います。でよくですねその画側円という症状あんまり聞かないかもしれないんですけども、実はですね、オーバーユースとか、いわば使いすぎのことですね。使いすぎ走ったりとかですね、よく野球選手とかサッカー選手、そういうスポーツしている人がなりやすいとかですね、よくそういう原因を言われるのですが、実はですねこれ日常生活からですね出てる症状ということも言われております。なぜそういうことを言われるかというと、女性の症状が多いんですね。いわば40代50代からのですねその主婦層というかですね、そういう方のその痛みっていうことが非常に多いから、一概にですねオーバーユースというわけではありません。で、実はですねこの痛みっていうのはですね、歩きすぎて膝の内側が痛いであったり、階段を上って痛みが出るとか、そういうこともあるんですけども、やはりですね、その一番厄介なのは痛みの症状で出るのは夜。夜間ですね、何もしてないのに痛みが出るとか、そういうこともよく聞く事例としてあります。で、やはりですね、その今も内側、膝の内側っていうことをちょっと解説しましたけども、これでですね、その膝の痛みっていうのがですね出てくるっていうことはやっぱ使い方にも問題があると思うんですね。当然ですね、スポーツしている方にもそういう原因があると思うんで、次回はですね。この膝の痛みの出方のチェックをですね、一緒にやっていきたいと思いますので、もしですねあなたがその膝の内側が痛みが気になるのであれば一緒にチェックしてほしいですし、治療科の先生はですね一度こういう画側円のそのチェック方法ですね、ここで復習するとか、そういう意味でですねまた見てほしいと思いますので楽しみにしておいてください。ではですねこんな感じで今日は画側円の症状についてお話ししました。次回またお会いしましょう。それでは、さよなら。